ウソもオコリンです。本日もスプラトゥーン3でかくれんぼやっていこうと思います。というわけでね、今回は新ルール持ってきました。その名もオカリンに罰ゲームをさせろということでね、まあ普段私鬼やらないんですけど、たまにコメントでお前も鬼やれや言われるんですよね。まあでもただ単に鬼やってもなんか思んないなっていうことで、まあ、なんか企画ないかなと考えた結果こちらに行き着きました。というわけでこちらのルールは1試合目も2試合目も両方私が鬼をします。でそのどっちかが3人確保できひんかったらオカリンが罰ゲームさせられるという、はい、非常にリスキーな企画となっております。さあどうなるかよ。正直罰ゲームしたくないからね単純にパーツが少ねえのよ、ロッカーの。というわけで今回私はクワッドホッパー持ってきました。そんなに塗りの強くない武器ということで、さあ張り切っていきましょう。このステージはもう死ぬほどやってるからね。はい、もう死ぬほどやってるから正直ここはいけると思うね。問題はマンタマリア号やな、うん、マンタマリア号が多分一番難しいとなっておるので、はい、ここら辺はサクッと塗っていきましょう。まあいないでしょう、ここにはまあいないですよ。はい、でもちょっと鬼これやってる間さ、ちょっとトークも困るわけですよ。トーク困るからやらんっていうのもあるなのでもしね、皆さんよかったらこの動画に質問コメントでも書いていってもらえると私読むかもしれません。でも質問コメントだけ書かれても読みません。はい、そうしないとしょうもねえコメントで溢れるんで、質問コメントだけじゃなく動画に関するコメントプラス質問を書いてくれた人のみ読むかもしれません。まあ読むのは多分もう2つか3つかもそんなもんですよ。はい、だからそこまで期待せずにっていう感じで全然見つからないですね。これはちょっと怖いんですけれども、はい、だからもう好きな食べ物なんですかとかもそういうレベルのは読まないかもしんないよねちゅうことでね。はい、ちょっと幸先不安ですよ。一人も見つからないのは不安なんですけど、うらっ、ここどうだ。一応ね、全員同じ場所に隠れるっていうのといけない場所に隠れるっていうのは NG にしてるんですけれども、一人は絶対ねこの隅っこのギリギリポイントにいると思うのよ。だって湯の花だもんね。あれ敵陣地かこれ、この隅っことかいるんちゃうの。やば、もう1分56秒ないけど大丈夫かこれ。お、大丈夫かこれ、ここいるんちゃう。こっちは塗りづらいからさ。あ、インクない、インクない、インクない。遊んでる場合ちゃう、遊んでる場合ちゃう、遊んでる場合ちゃうって。これ真剣やねんから、真剣かくれんぼ。はよ進まんか、何してんねん。よし、こう塗って、え、このプレートの裏、この灰色のプレートの裏とかさ、いるんちゃうの。あ、いるいるいる、危ない危ない、もういた、危ない危ねえ、マジで見逃すとこやった。あと2人ね、罰ゲーム回避まであと2人。じゃあそろそろ敵陣地の方行きますか、そろそろ敵陣地の方行きますか。目星つけていきましょうよ。あ、いるいるいる、え、違う、いるいるいる、いかいかいか、そう絶対いると思った。ミンチャ、あと1人、あと1人、あと1人。前編で罰ゲーム確定はしょうもないで、後半全然ひりつかへんから。別に後半もダメでも罰ゲーム2回やるとかないから罰ゲーム1回やから。おらほっ、おお見つけたやったー、イエーイ、3人確保。サメライドで確保は熱いね。どうせやったら全員確保しちゃおうよ、うん、どうせやったら全員確保しちゃいましょう。はい、この裏とかおるんちゃいますか、はい、いやー、心が豊かになるね。大丈夫だったら心が豊かになっちゃうよ。はい、もうすぐ全部塗り終わりますということで一気に行きましょう。クック、あれ、いいヒンか。じゃあどっか見逃したんかな。この感じやとマジに質問読む機会ないかもしらんな。大丈夫かな。いやー、あと一人、あと一人、いいヒンのか。あれ、いやー、3人か、残念、3人でした。まあ、とりあえず1回目は罰ゲーム回避ということで、続いて頑張っていきましょう。結構綺麗に塗ったけどね。さあ、続いてマンタマリア号行きましょう。ここちょっと広いからね。みんな狭そうに見えるでしょ、このマップ。結構塗りポイント多いんすよ。上位トップ5ぐらい入ってんちゃうかな。ちゅうことで、やっていきましょう。いやー、鬼の回はね、結構編集も楽なんで、はい、実はね、かくれんぼ系が一番編集時間かかってる気するんですよね。
体感かもしらんけど、あの丸々視点っていうやつの編集がめっちゃめんどくさいんですよ。はい、新ルール系はさ、こうなんかどうやったらおもろなるかなって考えるの面白いからいいんですけど、かくれんぼ系はもう編集が大変だ毎回同じだからね。あーっと、ガチホコ奪ってるぞ。なんだこのガチホコ奪うやつ、なんか怖えぞあれ大丈夫なんかな。なんかそのガチホコを使ったさ、隠れ場所とかあったよね。ワンチャンそこもちゃんと見ていこっか。あの船の上に乗れるやつやんね。さあ行きましょう、スタートです。おーっと、ここまでは塗ってないか。よかったよかった。このリス地まで塗られるとね、結構広がっちゃうんで大変やったんですけど、それがないなら助かるな。ほい。しかもガチホコを進めてくれてるから、私スペシャルが自動で溜まるんですよ。はい、なのでこれはもう明らかに私が有利だと。残念だったな、スペシャルゴンゴン溜まるぜ。んでガチホコはどこにあるんだ。ガチホコはそこか。そこなんか隠れる場所あったか。ないよな。おれ、ここはなしね。オッケー。ガチホコのマンタマリア号やんの初めてかもしれん。なんかあんのか。よいしょ。ここ怖い。なんかいるんじゃね、ここ。この隙間いるんじゃね、これ。ちゃう？ちゃうか。あ、なんか、え、何？あ、ここや。よし、ポム倒しました。なんか当たったとこだいぶ手前やった気がしたけどね。はい、よいしょ。これで一気にグワー塗って、グワー塗って、グワー塗って、グーンって、グーンって、ポーンして。おっしゃ、綺麗に塗ったったで。ウィーン。ウィーン。これ強い、これ強いかもしらん。これ強い。ウィーン言うてほら。ウィーン。はい、完璧。はい、完璧。よし。この上は、サメライドで塗ると。どうですか？いないですね。まあ、この矛周りにはいないと仮定して、こっち側から行きましょう。さあどうなるか。皆さんはゴールデンウィークとかなんかね、予定あるんですかね。もうすぐゴールデンウィークですけれども、まあこの動画が上がるのはゴールデンウィークぐらいかもしんない。現在撮影日は4月17日なんですけど、この動画皆さんいつ上がってますか。多分ゴールデンウィークぐらいと思うんですけど。さあサメライド行け。よいしょ。いや、いないか。怖い怖い。で1分しかない。やばい、1分しかない。よいしょよいしょ。あのスライド戦取って。もうスライド武器なんか僕使わないからさ、勝手にスライドしちゃうんだよね。誰の許可なしに勝手にスライドしやがる。やめてほしい。ここら辺いそうなんだよな。ここら辺いないのか。よいしょ。いないか。やばいね、やばいね。やば、もう1分切ってるやん。リスチにおらんかったら負けるで。リスチおらんかったら負けるで。ウィーン言うで、ウィーン腕。よいしょ。はい。あ、なんかいた。あ、壁にいた、壁に。危ねえ。ナイスナイス。危ない危ない危ない。壁ナイス。スペシャルアイテム。あー、これ自陣か。どっちだ。これ自陣行った方がいいか。自陣の可能性あるな。は、は、は。待て。ここ。いや、ここないな、ここないな。ここ絶対ない、ここ絶対ない。一気に行くわ、一気に行くわ。こうして、よいしょ。このここいるんちゃう。ここいいのか。わ、裸族の可能性ある。裸族の可能性あるな、これ。反対側やばい。あ、いる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 。危ない。みーちゃん、みーちゃん危ない。よっしゃ、よいしょ。あー、もういた全員確保です。なんじゃい、全員確保できるんかい。というわけで、今回のオカリンに罰ゲームをさせろガチかくれんぼ、オカリンの勝利。よっよっ、オカリンの勝利です。今回は罰ゲームなしとなりました。また次回のガチかくれんぼでお会いしましょう。お疲れ様でした。バイビー。